皆さんこんにちは、セプターラックのドラム内野です。はじめまして、ポップディザスターのドラムの舞子です。今回うちのイベントにポップと内が出て、なんと2人とも同じ SLP のスネアを使わせてもらってますということで撮影していただくことになりました。よろしくお願いします。お願いします。で、俺の良さ、はい、を伝えていただきたいということなので伝えていきましょうか。そうですね、こちら SLP シリーズのブラックブラス。これは俺めっちゃ気に入ってるのは、うん、結構俺ローピッチとハイピッチで試したんですよ。ほいほい。なんですけど、ずっと変わらない芯の太さっていうか、ハイでもローでも、ハイでもローでも、うんうんうん、絶対に残るじゃないですか。それがすげえ気に入ってて、うん、ちなみに今はすごいローピッチにされてますけど、はい、ハイピッチでもライブしたりもしてたんですか？ライブはしてないです。あ、練習で。練習で。チューニングした時に。で、バンドサウンドに馴染んだ時に、やっぱりローの方がいいなって。そうですね。太いところが外に抜ける方がいいなと思って探してて、結構サイトとかも見たんですよ。はい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 、叩いてみた動画みたいなのあるじゃないですか。スネアのレビューみたいなやつとかも。叩いてて、一番これが、欲しい芯が残ってたんですよね。はぁ、どのチューニングでも叩き方でも、はい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 、多分なんか出したい音がはっきりしてるスネアっていうか、なるほど、なんかこのチューニングでもこの音は絶対鳴るみたいな感じが残る音があって、あってすげえ好きだったですね。じゃあやっぱりこうやってこのラウドなね、ギターがジャカジャカ歪むようなジャンルにはぴったりですね、うん、この芯が残ってそうですね、私は逆にすごいハイピッチなチューニングなんですけど、これ使い始めて初めの頃はずっと結構ローピッチでやってたんですけど、そうですよね、ローだったイメージあるんですね。なんかあの 私の場合はですよ、なんかあの見てもらった先輩ドラマーの人とかに音が地味だねって言われてそうですか。そう、やっぱりこうスネアって飛び道具みたいな前に出したいってなって、うん、ハイにしましたね。うん、外聞いてても、うん、ハイにしてもそのなんかパワー感とかロー感が消えた感は全然ないですね。そうなんです、そのパワー感はもうしっかり残りますよね。と、うんうん、いうことで SLP、はい、ブラックブラスですね。この音出したいっていう人はぜひ試してみると、叩いたら絶対わかると思います。ぜひ、はい、試してください。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。